どうも、大島兄弟です。よろしくお願いします。というわけでですね、マツコ会議2回目の収録日でございました。2回も呼んでいただけるなんてね。はい。光栄です。はい。今回はね、マツコさんはいらっしゃらなかったんですけど、うん、まあ、VTR での出演ということで、うん、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。すごくね、また呼んでいただけてすごく嬉しいです。マツコさんと直接お話できへんかったんが、うん、ちょっとね悲しいけど、うん、でもスタッフの方がすごい優しくて、うん、楽しくめっちゃ楽しかったね。収録できました。はい。で、僕たちのね、うんうん、ごめんね、ごめんね、ごめんね、僕たちのねこれからの活動とかについてもね、うん、お話しさせていただいたので、はい、録画してくださってる皆さんもね、うん、まあ今すぐ見ていただいて、はい、あ、見てくださった方はありがとうございましたということで、はい、言葉が出てこない。緊張した。そう、言葉が出てこない上に、うん、なんかもう、こうどん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 こう自分でこう語尾を伸ばしてしまう何々がありまして、でもそうなんですけど何々があってみたいな、手けど手けどみたいな感じでもう文が終わらんかった。今回2回目のマツコ会議に出演させていただきました、はい、ね、嬉しかったね。ほんま2回目を読んでいただけるなんて、うん、マジ光栄なお話をいただいた時はね、うん、すごいびっくりしたな、うん、みたいなね。2回目、2回目ってなったな、うん、3回目も4回目も5回目も読んでいただけるように、はい、もともと頑張りましょうね。そうですね、進化し続けたいです、はい、進化し続けて頑張っていきましょう。はいはい、というわけで見ていただいた皆さん、スタッフの皆さんありがとうございました。ありがとうございます。で、ほんまにさ、どんな感じなんかな、見てる時はキャーキャー言ってると思う。いや、なんだか言って言ってると思う。確かに、うん、それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。ちょびっと痛かった、うんうん、どの辺が痛かった、この辺、この辺。